はい、エミアンです。えー、今晩の夕食はこちらで、えー、やってみましょうか。ビュッフェに来ました。えー、初めてやって参りました。下のこと。はい、いらっしゃいまし。えー、席について。489バーツと、えー、689と889。ね、何種類かある中で、えー、エミアンは、えー、689バーツ。2300円ぐらいかなっていうね。 ことかな違うかそうか、ね、はいこれ何ですかこれはねうなぎ巻きうなぎを揚げて、えー、巻いてみましたよっていうね日本じゃあんまくうまーってねこれうまいのようまって思った m も。はいこれはって和牛とうにですわね和牛とうに、はい ね、下の子にね食べさせてみてどうなのうまいのっていうね和牛今流行ってますからね、うん、うまっうまいのよなんかうめえここっつねはいえはまちねハはまちとうなぎとあとホタテと、うん、ねここね何がうまいかっていうとやっぱ子供がすげえうまいって言うんだけど シャリに、そもそも少し甘いタレが混ぜ込んであるんですわね。うん。はい、まち、今、チェーンマンで流行ってますわね。で、はまちを炙ってみたり、縁顔を炙ってみたり、そして上になんかこう、最強味噌とか、明太味噌とか、明太マヨネーズがいろいろ乗ってた。ね。うまいよ。でもやっぱりなんだかんだ、ね、う、いくらだね。 いくらうまい,いろいろあるよチェンマイにも。ね。すっげえ家庭いイらとか。ね。ビビーダみたいなのもあるし。ね。ここのいくらうまからウニウニはまずいでしょまずくないと困るでしょね。この値段で,ですね。ね。どうなのよって言って。うにうまいの日本のウによりうまいじゃんって。ね。ということは日本はもっとうまくなってんのかなね。どうなんでしょういくらうまうん。 ね、あの、イクラの横に見えるイクラとなんか乗ってるよね、ごちゃごちゃね。あれは、え、フォアグラですってね。で、今ね、子供に毎日ね、少しずつ新しい味。うん、奇妙な味をね、うまいとされてるけど奇妙だねっていう味を、とにかく口に放り込んで、そしてうまいって思わせ込むっていうね。うん、そういう活動でして。ね。うん、まあ、それが最近の楽しみだね、夜のね。 あの、息子なんだけど、友達みたい、うん。で、上の子はもう、親離れしちゃって、子供と、あの、友達とオンラインでずっと遊んでて、うん、で、下の子は5歳でしょ。で、このお店は5歳以下、6歳以下だったから、は、ただだから、ラッキーってね、うん、いてもいなくても値段変わんねえし、アイスクリームもあるし、ね、そりゃもう、ね、毎日来た方がいいよ、ここ。ね いくらうめえっつってねで。ちなみにこれはご飯じゃねえからなっつって。お菓子の部類だぞって。これをご飯だと思って、ね、三食のうちの一つにしてると太るから。コントロール効かなくなるから。ご飯とお菓子、ね、娯楽と本気は違いますよってね。健康のために食う料理と、ね、ご褒美として食う料理、ねえ、そこをちゃんと分けないから、タイ人みんな太ってんだよね。 うん、エムヤンは暴飲暴食めちゃくちゃしてる。でも結果的に、結果的にそうはならないのが、ね。でも教えられねえ。でも子供には教えてあげたいね。どうやったらいい体を維持していくか。ね。はい。ウニじゃなくて、なんだこれ。カキ。ね。カキも奇妙な味がするよ。ね。でも子供のうちにき食って好きだって思っとくのは大切で。で、タイの、タイの日本食屋で食うカキって、 往々にしてまずいよね。まずなんだこれ。つってね。で、タイで食う、タイで、えー、タイの海産物屋で食う牡蠣はすっげーでかくてうまいよね。でもね、ここの牡蠣はうまかった。ね。はっきり言って、に、タイで、タイの日本食屋で牡蠣食ってうめえって思ったこと今まで一度もないんだけど、なんかぬるいなとかまずいなとか。ね。一応出しては来たけどさ、っていうね。 ここの牡蠣はうまかったし、すげえよくやってる、うん。多分すげえ頑張ってんだと思うな。なんかすげえ、こう日本人が後ろにいるっていうね、日本人系の、なんだろう、う店構えというよりは、裏に中国人がいそうな感じなんだけど、なんだろう。ここのお店はね、これ系では、ぶっちぎりで一番かな、今 M 屋の中ではね。うん 店員さんがすげえ優しい気が利くではいそば、ね、ご飯なくなっちゃったから30分ぐらい待ってっつってあそうなのってそういうことあるってねじゃご飯じゃないのも一応食ってみようかっつってそば食って、ねうんうんはい、でかいでしょ、うんねはい、やっぱねなんだかんだいくらねであれ何だっけホッキ貝ちゃうねなんだっけ,あ,、ね、だっけあのの、はい忘れちゃった、うん アイスクリーム頼んでね。エミはね、イクラとウニだけで、ね,えねえすげえ量食った気がする。何十貫食ったんだろうな。ねほらほらほらいく、うわ、うまそう。もう一回今日行こうかな、うん。めちゃくちゃうまいよね。うん、何、瞑想をなかなか集中できませんっていうコメント。そうだよね。今度また改めて瞑想についてね。瞑想ってさ、瞑想やってる人ってさ、 気難しい人が多いから、難しいことを言いたがるんだよね。もっとポップにやんないと。うん、はい、えー、ただいま帰って参りました。えー、犬がいてお手伝いさんが、お手伝いさん可愛いですね。そうだね。彼女は可愛いし、清潔。なんかこう、なんかこう、小切れだよな。うん、で、真面目だし、プライドが高いし、うん、いいんじゃないかな。 で、カレー屋さん行ってお手伝いさんとかは一緒に食べないんですかそう、食べないんだよね。彼女食いなさいって言っても食わないんだよね。自分の慣れ親しんだものしか食わなくて、こういう新しい土地のもの、お菓子とか和食とか寿司とか絶対食わないね。うん、中にはね、食う山岳民族出身もいるんだけど、彼女はそういうタイプで。はい、みんなお菓子を作ってます。もう夜遅いんだけど、ね、えー、妻がね、 もう妻の待機がお母さんみたいになってきて、ブルブルします。未来が見えるな。怖えな、つってね。日本のね、えー、ウェイトレスさんとか店員さんをナンパして声かけて、それで十分日本も楽しめますよ。そうだよね。それはそれですげえ楽しいと思。